はい、どうも、英語です。今回は、ロズバイス EX の、攻略なのかな？なんか適当な感じです。いつものあれです。そんな感じでやっていきます。やり方は人それぞれなんですけど、雑魚の天使の上を倒す人もいれば、倒さないで、湧いてくる緑の天使いるじゃないですか。あいつだけを倒してロズバイスを倒すっていうパターンも全然大丈夫だったんで、まあ、真ん中のやつは残す感じですね。今ちょっとぼっちなんで戦闘の説明はできないんですけど、装備の方はタイムアタックの方を見れば大体乗ってます。まあ必要なのはデュラと、極羽根、あとポンデスぐらいなんすかね。あとテリーは必須ですね。構成としてはナイトバル2名、火力が2名で、ただクリアするだけだったらガーディアンで、蘇生を積む感じですね。蘇生は封印無効のやつがいいですね。これはあった方がいいなっていうのが、ヤムイの極羽根とデューラーと、あと昔のテリーと新しいテリー、できれば新しいテリーは、封印無効で、ガーディアンはインビ天気蘇生で、蘇生が封印無効でがいいなと思います。蘇生の属性は別に無理して揃えなくて大丈夫です。封印が避けれればいいかなって思います。次はルークですけど、まあそんなにただクリアするだけだったら必要がないですね。まあ参考程度に、まあ、参考つってもタイムアタックの方に、まあ、各ワールドでやってる方もいらっしゃると思うので、そっちで確認してもらえれば大丈夫だと思います。あと闇の方は、無理して2つは必要なかったですね。ケル、闇極羽根とテリーと、あと王とケリとキューテリーとトラでやってる感じです。それでも全然大丈夫でした。それではまた他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。